はい、皆さん、毎度毎度。はい、宿毛矯正ね。ネオリシオの SH ね、モノエタノールアミンが入ってないから、自分の指の皮だと素手で触っても特に問題ないね。ロレアルのエクステンソとね、ナプラのフェーブ、あれはモノエタが入ってるからちょっと警戒して、一応ゴム手袋するけどね。はい、こちらのお客様はね、2ヶ月おきに白髪染めしてるお客様かな。それで結構癖が強いんだよね。で、日本人ね。で、前回はうちでやったんだ。その前はね、どこの店でね、宿毛矯正やってね、何をされてるかわかんないからね、毛先っていうのはある程度切り落とすまではね、触んないのが無難かな。で、髪質とかね、損傷の状態にもよるけどね、2、3ヶ月おきにね、染めてて、髪がしっかりしてる方はね、もう完全に SH ね、で、ビビってね、その下、上から2番目使うとね、かえって伸びなかったりね、帰る時は伸びてんだよ。で、その代わりすぐに取れてしまうっつうの。やっぱりしっかりね、効く宿毛矯正しようと思ったら SH。前回かけた分とか損傷分はね、しっかり水分かけてね、で、怖がらずに SH で20分置いちゃうっつうの。ミルボンが言うにはね、引っ張って伸びて、切れると、なんかが足りねえって言うんだよね。だから、こういう方の場合20分置いてね、やっぱり引っ張ると切れちゃうんだよ。なんかが足りねえって言われたらなんかが足りねえのかもしれないけど、だけど、科学的にはもう20分以上っていうのはないからね。とりあえず20分置いて洗ってしまう。だから襟足の方は最初に塗り始めてるから当然ね、オーバータイムになるんだよね。20分以上になってしまう。だけどどうってことないね。もう結局、しっかりした髪の毛の場合はね、もうオーバータイムでかけちゃう。で、トップの方の軟化チェックだけどね、半年ぐらいに、ま、伸び、あの、かけてるから6センチぐらい伸びてるんでしょ？ 7 センチとか。で、その部分ってのは、うちは1本引っ張り法だから引っ張れないわけだよね。根元ほら掴むから。まあ、3、4センチのあたり、掴んでね、根元からね。で、あと残り引っ張るんだけどね。すると、前回かけた部分を引っ張って伸ばして様子見てるって感じだよね。で、根元を3センチぐらいっていうのは白髪染めしてないけど、3センチから先っていうのはもう白髪染めしてるからね。そこはね、水分かけてからね、一液塗布してんだけど、適量ね。髪の毛がしっかりしてるとね、1、2回染めた髪の毛にね、SH、まあ、塗布して20分置いて引っ張って、切れなくなるまで軟化するかったら軟化しないんだよね。引っ張るとやっぱり切れちゃうんだよね。ミルボンが言うには切れるのは軟化が足りねえって言うんだけど、20分置いてね、もうそこから先っていうのはパーマ液はないからね、まあ洗ってしまうんだけどね。もちろんね、毎月染めてる細毛難毛の方だと、やっぱり切れなくなるまで軟化するかもしんないけどね。やっぱりあくまでもヘアカラーしてる、ただ単にヘアカラーしてるからって、傷む怖いって言って SH を使うのやめちゃうと、しっかりかからないっていうのかな。宿毛矯正が取りやすかったり、クレームになったりね、もう二度と来なかったりね。もちろん一例だからね、うちがやってるこれもね、このお客様にはこの方法と、で、違うお客様には違う方法と、で、お客様のね、宿毛矯正に対する考え方もあるからね、で、あと美容師の考え方、これ美容師の考え方よりお客様の考え方だよね。美容師が痛むからシステーミングがいいとか言ってね、で、お客様はまっすぐに伸ばしてんで、大丈夫です、新しい薬ですからってね。まあ、そんな嘘吹いてやってるね、美容師さんもいるからね。まあ、それは注意してね。はい、お疲れ様でした。